今日はママとデートで買ったもの紹介。皆さんこんにちは、アーリーチャンネルです。今日はこの前の動画ですね、前の動画でママとデートをしたんですけども、そちらの動画皆さん見てくれたでしょうか。見てない方、そっちの動画見てからこっちに戻ってきてくれると嬉しいです。ということで今回はその時に購入したものを紹介していきたいと思います。で、ちなみになんですけど、ちょっとすごい全然違う話になるんですけど、今学校から帰ってきて、すぐ撮影をしていて、前髪をね、朝巻いたんだけど、やっぱね、体育とかやっちゃったりとか、なんか動いたりするとどんどん巻きが取れちゃうんだよ。で、なんかその後キープしてるから、またなんか櫛通したりとかさ、したらさ、粉出ちゃうじゃん。だからちょっと今日はまっすぐピーンって感じなんですけど、ごめんなさい。申し訳ないです。それでは早速やっていきましょう。で、今回買った場所は、GU と WeGo で、GU と WeGo で購入しました。で、まず WeGo で買ったものを紹介します。WeGo では、まずこちらはね、牛柄のアニマル iPhone ケースでございます。こちら550円でございました。よくね、この柄のね、スマホケースをね、シーンとかで見るのよ。で、欲しいなと思ってて、なんか最近シーンで欲しいものがたくさんあって、買おうかなと思ってた時に、ママとデートの時にウィゴ行ったら、なんかシーンとかで売ってる流行りのものがたくさん売ってて、ちょっとテンション上がっちゃいました。で、買いました。で、私が SE なので、これをね、買いました。で、このね、iPhone の大きさ全部あったんですよ、これ。めっちゃいいよね。じゃーん、こんな感じです。結構ね、テカってますね。こんな感じで牛柄ですね。じゃあつけてみましょう。はい、 iPhone ですね。つけます。結構キュッっていう、結構ねきつめの感じかな。あら、かわいい。こんな感じですね。で、ここら辺、横ら辺も上もしっかり守られてるので安心ですね、これ。で、ここの横のところがザラザラしてるので滑りにくいです。よきよき、めっちゃかわいい。はい、こんな感じです。続いてはこちら。はい、これもよくシーンで見かけるメガネ。こういうさ、ちょっと周りの縁が太いっていうの、あのやつです。なんか韓国系みたいなので流行ってるんだけど、これをつけてみたくて買いました。こちらが999円でした。つけましょう、つけましょう。最近ちょっとメガネにはまってまして、で、ね、動画でね、メガネつけるとね、テカっちゃうのよ。あのライトつけてるから、照明をね、だからちょっとテカっちゃうか、動画ではつけられないんだけど、まあインスタとかね、あげるときとかはつけてると思います。はい、こんな感じですね。黒ですね。つけましょう。こんな感じです。なんかマスクしてたときは結構漏れてたんですよ。どう、漏れてる？イエーイ。で、他にも周りがもっと太い縁のメガネがあったんですけど、それよりこっちの方が自分的には似合ってるなって思ったので、これにしました。どうですか？イエーイ。で、鼻が低くて眼鏡がどんどん下がってきちゃうのが本当嫌なんですよ。助けてください、皆さん。鼻を高くしたいです。はい、まあ、次行きましょう。ビゴーで買ったものラストはこちら。ババーン、ちょっと見えにくいけど、ネックレス3点セットでございます。こちらが999円でした。一回見てみましょう。3つ入ってて999円っていいよね。私トレーナーがすごい好きで、ダボっとしたトレーナーがすごい好きなんですよ。で、この前もトレーナーを買ったんですけど、それがまあ部活の時に着る衣装を買ったんですよ、友達のエスちゃんと。で、まあちょっと発表会っていうか大会っていうか自体はなくなってしまって、まあ、学校として残すみたいで、なんかビデオ撮ってやるらしいんですけど、その後も着れるようにと思って、自分たちが好きなような洋服を買ったんですよ。なので、その洋服に合うなんかネックレスとかを欲しくて今見つけたって感じです。まず一つ目がこれ、ちょっと丸っこいね、なんかボールチェーンみたいな感じのやつで、ハートのしましまがあります。めっちゃ可愛いよね。結構シンプルめな感じです。で、もう一つが下にね、透明の蝶々がね、6個ついてるネックレスです。これはね、多分ね、結構他の服とかにも合うと思う。トレーナーとかじゃなくて、普通にね。で、それと、あと、はい。なんかね、なんて言うんだろう、これは。なんか、いろんな輪っかがわーっとってあるやつですね。チェーンみたいな感じでございます。もうさ、全部さ、使えそうじゃない？いいなと思って買いました。
私ね、個人的にはあんまりネックレスをつけなくて、ネックレスよりか指輪派なんですよ。なのでちょっと変えて嬉しいです。はい、でウィゴで買ったものは以上です。じゃ続いては GU で買ったものを紹介します。 GU は全てメイク用品を買いました。まさかのですね、全部190円だったんですよ。やばくないですか。ちょっと見せましょう。全部ね、メイク用品を8点購入しました。まあね、全部私のやつってわけじゃなくて、ママのも買ったんですけども、まあ、ほとんど私のですあとはママとシェアして使おうかって話してるやつでございます。で、今回買ったものはなんかアイシャドウパレットみたいなやつ、アイシャドウパレットを2つ、ママと私のやつね。で、これがもともと1490円なんですけど、これが190円とやばいですよね。もうこれ買うしかないじゃんね。アイシャドウパレット2つと口紅リップですね。こっちはなんか口紅で、こっちはリップグロスで、値段が違くて、これもともと590円でした。で、これがもともと790円でした。これがさ、全部さ190円ってえぐいよね。で、マスカラ2つ、これ私とママのやつね。これもともと790円の商品です。これは190円です。やばいよね。で、はい、ババン、これはあの化粧下地でございます。これもともとは990円ですね。で、こっちはハイライト、フェイスカラーで、これももともと990円です。これが全部190円なんですよ。やばくないですか。まあ、とりあえず今回紹介していきます。で、これ、ね、全部ね、あの色を試してこうやって腕にやってたらすごい時間がかかってしまうので、ちょっと気に入った色があったらやってみようかなって思います。で、まずはアイシャドウパレットからいきましょう。じゃ、こっちからいきましょうかね。これはママのやつですね。 W マルチパレットの61でございます。あ、ここから開けられんじゃん。ここのね、テープを頑張って取ろうとしてたの。そしたらここからね、ベリベリって開けられてたわ。すごい、おお、すごい、ハッシュタグ 4ME って書いてある。すごい、鏡ついてんだ。皆さん見てください、めっちゃいい色じゃないですか。で、しかも筆も、なんだっけこれ、なんか筆もついてます。すごい、これママのですね。私これピンク気になるんだけど、キラキラのピンク、めっちゃキラキラしてる。これなんかの、なんか色塗った後の上に塗っていいかもね。見えにくいかもしれないけど、キラキラしてます。やっぱテンション上がんね、こういうのね。はい、続いて私が買ったアイシャドウパレットいきましょう。私がこれ買ったアイシャドウパレットは残り1個しかなくて焦って買いました。やっぱめっちゃいい色だわ。この色大正解かもしれない。こんな感じです。結構ピンク目、ピンク系が多いですね。でピンク系をよくやっぱ使うから嬉しいね、入ってると。すごい、見えにくいかな、ごめんね。結構キラキラしてます、ごめん、見えにくかったら。で、アイシャドウパレットは以上になります。じゃあ続いてリップいきますか。ババン。じゃあまずリップグロスの方から見ていきましょう。わあ、すっごいおしゃれな色してる。こんな感じですね。容器もすごいおしゃれです。これが190円と思えないよね。もうちょっとすごい高そう。こんな感じの色ですね。深めの赤っていう感じの色してます。ツヤが結構あるので、これ1個だけでもリップ十分だと思います。めちゃめちゃ可愛いです。で、続いてこっちの、口紅の方開けていきましょう。はい、口紅はこんな感じになってます。こんな感じの結構赤めの色ですね。プリクラとか撮るときに結構赤めの方が私好きなので、赤が欲しくて買いました。これ結構赤めでしょ。だからほんのちょっとだけつけてツヤが出るさ、リップみたいなのあるじゃん。それつけたらめっちゃ可愛いと思います。あと他の色と混ぜて使うのもめっちゃいいと思います。リップは以上です。で、続いては化粧下地いきましょう。化粧下地とハイライトのフェイスカラーはママとシェアで使おうと思います。じゃん。あ、結構しっかりした感じの化粧下地ですね。結構ね、ちょっとピンク目の肌色みたいな感じですね。で、この色が結構多分人気らしくて、これもラス1だったんですよ。いや、結構変わるね、ほらトーンが上がったもん、ここだけ。まあこれをじゃあ使いたいと思います。結構ね、顔の色のトーンが変わりますね。すごい。じゃあフェイスカラーの方ですね。はい、フェイスカラーです。白っぽい色とちょっと紫っぽい色があります。これでまあここの横とかを細く見せたりとか
しましょうしましょうとか言って。じゃあラストはこのマスカラ2個紹介します。マスカラもね、私がもともと使ってたやつとかももう結構筆がバサバサになってきちゃって、そろそろ新しいの欲しいなと思ってたんで嬉しいです。でも私はもう断然黒派なので、マスカラの色は黒にしました。まず茶色のマスカラ、こんな感じです。結構茶色ですね、赤茶色って感じかな。じゃあ黒の方も開けていきましょう。なんかこのさ、下の部分で色がさ違うからさ、分かりやすいよね。あ、もう完璧な黒って感じですね。はい。いやさ、これさ全部190円ってすごくない？元々の計算でもし買ったらすごいことになるよ。数えてみる一回。今回私が買った合計金額が1520円なんですよ、このメイク用品全部で。もしこれが190円じゃなくて元々の値段だったら約8000円分ぐらいのメイク用品を買っています。すごくないですか？ちょっと自分でもえって思ったもん。びっくりしたな、もう本当に。なんか自由さんありがとうございます、安くしていただいてめっちゃ使えます。ということでこんな感じでした。はい、ということで今回はママとデートの時に買ったものを紹介しました。いやね、めっちゃいい買い物がやっぱできたんじゃないかなと私もね思います。みんなはどの商品が気に入ったかな、コメントで教えてください。またね、ママとデートはパパのデートとか行きたいなと思うので、その時はそのデート動画と購入品紹介をしたいと思いますので、楽しみに待っててください。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そしてTwitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。